ジオンカ遣いで書かれた戦前の高等学校前駅駅の駅名標。ジオンカ遣いとは日本で漢字の音読みを表す、カナ遣いを指す。特に江戸時代の元織のりが定めた歴史的ジオンカ遣いのことを言うこともある。カナ遣いは言葉通りに考えると、カナの使い方、書き方になるが、ジオンカ遣いは漢字をカナで書き換えるものとすると、 漢字を説明するものであってかなを説明する、かな遣いとは言えない。そのため、ジオンかな遣いを歴史的かな遣いに認めない立場もある。ただし、日本語の漢語語彙に関して、同音語が別の単語でどう書き分けられるかが問題になることが多く、歴史的ジオンかな遣いを語源主義による同音語の書き分けとし、かな遣いと定義する見方もある。 金遣いの定義とその具体的な書き方については意見が分かれており、詳しくは歴史的金遣いを参照。従来、漢語は漢字で書くものであり、その字音を金で書き取る方法を確立させる必要性はあまりなかった。そのため、江戸時代の国学において慶中が歴史的金遣いを研究し確立した際にも、その適用範囲は和語のみであり、 漢語にはほとんど及ばなかった。漢字音の仮名遣いに関する研究は、元織の利なのジ音ン金溶郭に至って、ようやく基礎が固められ、元織の利なはこれを辞音仮名遣いと名付けた。現在は辞音仮名遣いと読むが、当時の国学者たちは文字声仮名遣いと読んだと推測されている。元織のりは、万葉仮名と中国の印書の反説を対象させる。 方法をとっており、ジオン金遣いの研究は、反説資料を忠実に反映させようとしたいわば、理論的な作業であった。これを受けて、大田前妻は、看護音図を表し、登場疑問が男心、さらに白井広影が音韻がな要礼を表すことによって、ジオン金遣いの研究が進んだ。明治に入って、大月文彦が国語辞書、限界を表すと、 歴史的自音かな遣いが徐々に普及していった。江戸期の漢学においては、漢詩を作詞することは重要な素養の一つとされていたが、音読みの音は元来異なる音が合流して受け入れられているため、応音を正しく踏まないことも多く、それを区別する必要があった。そのため、表則と合わせて、反節を一時一時記憶することが漢学を学ぶものにおいて求められたが、 字音仮名遣いはその弁法として、漢学諸学者に普及した。なら、平安、鎌倉、室町の人々が読んだ漢字音を反映しているものではない。例えば平安時代の字音資料において、合用音には、くはくい、くえの三系統があったが、のりは、江戸時代の発音に基づき、くワだけを合用音として認めている。また、中国語の中古音の因比には、M N の区別があり、これを、ム、ん、うで書き分けて、例えば、三は、三三は、サムと書かれていたが、ノリナガは、ムに統一してどちらも、サムとし、ムを誤りとした。関語音ズ、男心、音音韻がな要例では、中国音の研究を反映していずれも M インビ、N インビの区別をしているが、現在をはじめ、明治以降の国語辞書ではほとんど区別がされなかった。 またこのような字音かな遣いは、反説に、忠実な漢字、漢文の読み音であった漢音にはうまく適用したが、日本語の日常語としても馴染んでいた古音に関しては、反説による復元と古来よりの読み音とが合わない場合が多く見られ、現在でも辞書ごとに異なるものが少なくない。現代かな遣いで、通りが通りで、通りが、通り、多いが、多いで、多いが、 多いという違いがある。これは、現在の日本語では、同音語の書き分けとみなされ、王様を、王様、その通りを、その通りと書くなど混同する人が多い。この二語の場合、通りと、多いは、漢字の音読みでできた、漢語語意、字音語で、通りと、多いは日本語固有の和語である。漢語語意では、お団長音は、腕で受け、和語の中には、お団長音を、おで受けるものが多い。 歴史的仮名遣いでは、通りは、たうり、大いは、わういになり、通りは、とほり、大いは、おほいになる。このうち、漢語語を、現代の北京語で発音すると、通りは、D、d-a-n-g-l、G L、って以来となり、日本語音、たうりたうりと比較すると、あんが、英雄になっており、音節末の難が u になっている。また、同様に、大いは、ワンウェイ、朝鮮語でワンウィーとなり、 これも、わイウわウういウーウィーと比較すると、やはり何が言うになっており、ウェイがワイに対応している。イは、ための草書で、ためも中国漢語で、ウェイ、ウェイ、朝鮮語でワイであり、日本語音も、イワイがこれらと同型であることは、一目瞭然である。一方、和語の、と彫る、おほいは、ほが、おであったことから、高音は、とう、うであったと推測できる。いわゆる終戦後の、 現代金遣いでは、漢字音で、王であるものは王と書くことになっている。一方、いわゆる終戦前の歴史的金遣いでは、要、王、王、王、かもの書き分けがある。これらは、江戸時代から、いわゆる終戦直後までの近代日本では、今と同様、王と読まれていたようだが、これらの漢字音を取り入れた古代日本人はきちんと、 発音を区別していたことを反映している。このうち、かもや、この、ふは、いわゆる日照で、中古看護の音節末にあった内ちは音、p に由来するが、平安時代に起きた、波行天庫により、うに変化し、例えば、こは、かう、ッと発音されるようになった。その後、鎌倉時代頃から、母音の超音化が起こり、あうは、になり、おは、おになったが、 江戸時代になると、この区別は失われ、共に、王になった。なお、中高音の音節末音は、う、または、いで書き写したため、二重母音の終始音の、うに由来するものとの区別はできていない。国語辞典で、原、弦を調べると、歴史的仮名遣いでも、弦になっているが、東道秋安など、現代の漢字学者は、偶縁を採用している。これは、 元織のり長が江戸時代の発音に基づき、公用音を、くわ、くわだけとしたのを、以前の字音資料に基づき復活させたものである。句言を採用すると、北京語ゆあん、朝鮮語、湾に残るような指紋顔と反映することができ、語源と語源を区別できる。いわゆる、終戦前の尋常小学校、国史の教科書では、県の振り仮名が、今と同じ、県になっている。 東道秋安などは、クエンとゴムを採用している。これも、県が北京語でクアン、朝鮮語でクアンであることから心音化したクエンだと言える。音符が同じ、カンはクアンで心音を表している。またノリナガは、N インビと M インビの区別をせず、無に統一した。しかし、これではなぜ、三位を、三位ではなく、三位、音妙を、音妙でなく、 音名と発音するかが説明できないため、例えば三聖堂、漢字会では、N 音比を、ん、M 音比を、むとする表記を採用している。水、水、ただ、類の、自音仮名遣いは、かつて、水、水、ゆい、るいと定められていたが、三田新造、王や通るなどが、平安時代の訓天資料の例などをもとに、水、水、ゆい、るいであることを主張した。この説は、 多くの国語辞典、古語辞典などで採用されていった。しかし、大漢和辞典などは、従来の方式を採用している。吉見、草、銅、宝、家などは、従来漢音合う、ご音合とされていたが、有坂秀夫によって、新音の新の場合は、漢音、ご音ともに、方々思うであることが明らかにされた。終わり、中、などは元、元折の従来、 自由、自由、理由とされていたが、死于、治癒、理由が古来の表記であることが明らかにされており、慶中もこれによっている。熊も和歌山県田辺の熊野のように、元は、言う、であった。このように、歴史的自音かな遣いは未完成の現状にある。ありがとうございます。